皆さんこんにちは。ロト6やロト7、ミニロトなどの数字選択式宝くじを何も考えずに購入してしまうことで、その大切な資金を無駄にしてしまう可能性があるかもしれません。その理由の一つは、過去に当選した数字を偶然に選ぶことでほぼ当選はなくなるでしょう。なぜならロト宝くじで同じ並びの当選数字が2回以上出現する確率は限りなくゼロに近いと言っても言い過ぎではないからです。その対策としては、ネット上にある無料で利用できる過去の当選番号チェッカーなどを活用し、少なくとも過去の当選番号に被らないようにするのが賢明と言えるでしょう。二つ目は、人が選びやすい数字を選択してしまうことで当選金額が激減するという事実です。例えば7、14、21、28、35、42といったように等間隔で選んだり、マークシート上でアルファベットなどの記号を作ってみたり、同じくシート上で横一直線、斜め一直線で数字を選ぶといった方法があります。これらの数字選択方法は同じ思考の人が多数存在する可能性が高く、ロト宝くじの比例配分という特性上、たとえ当選したとしても残念ながら当選金額が大幅に減少する傾向が高いと言えます。極端な例ではありますが、2012年に日本でも人気を博したロストという海外ドラマの劇中で使用されていた6組の数字が第691回のロト6で2等に当選していたのです。しかしこの数字でロト6を購入していた人が3470人もいたことから、比例配分によりその当選金額は2等であるにもかかわらずわずか5万7100円だったという話は、各メディアでも驚きをもって取り上げられました。このように数字選択式宝くじで高額当選を狙うためには、大多数の人が選びそうな数字や数字並びを避け、完璧に無作為な数字選択をすることが重要だということがわかります。そこで今回、当チャンネルで数字選びの選択肢としてご紹介するのがクイックピックです。クイックピックとは、ロト宝くじの数字の選択を機械にすべて任せるという方法です。このシステムは、人の考えや思惑が一切介在しない数字を機械が自動抽出することから、完璧にランダムな数字の組み合わせが可能となります。これは数百万通りある組み合わせの中でも他人と被る可能性を限りなく排除し、億単位の高額当選が期待できるという可能性を秘めています。過去にクイックピックでロト宝くじを購入された方ならご経験があるかもしれませんが、時折こんな数字で本当に当たるの？といった極めて偏った数字並びになる場合があります。これについては、逆に希少な数字の並びだからこそ当選した際の賞金がその分高額になるという可能性も秘めているとも言えます。当動画の信憑性を裏付ける根拠として、2018年5月に楽天銀行が実施したロト7、ロト6、ミニロトの高額当選者へのアンケート調査の公表があります。このアンケート結果によると、意外にもクイックピックでロト宝くじを購入した実に 25% が高額当選しているという事実が報告されています。つまりロト宝くじ高額当選者の実に4人に1人がクイックピックで大金を引き当てているということになります。昔から押してもダメなら引いてみろということわざがあります。ロト宝くじの醍醐味は、何と言っても自分で数字を選ぶというのが最大の魅力ではありますが、毎回数字選択に多くの時間を費やしたり、過去のデータにがんじがらめにならずとも、時にはクイックピックといういわば飛び道具的な一手で高額当選を引き寄せるという方法も選択肢としては有効かもしれません。とはいえ、
すべてをクイックピックで購入するというよりも、例えばロト宝くじを5口購入する際、一口だけクイックピックにするなど、バランスを勘案して利用するのも効果的だと考えます。いかがでしたでしょうか。言わずもがな数学者の見解では、数字選択式宝くじはどの数字を選んでも確率は同じというのが定説です。当動画はそれを否定しているわけではなく、確率論の範疇に縛られず、様々な統計理論、情報収集、そして斬新な方法を実践することで高額当選の道は開けるのではと当チャンネルは確信しております。これらを踏まえ、今後のロト宝くじの購入のヒントにしていただければ幸いです。貴重なお時間を割いて当動画をご覧いただきました皆様の大きな幸運をスタッフ一同心よりお祈り申し上げます。ご視聴ありがとうございました。これからも開運に特化した有益な情報を発信してまいりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。